アダム・バツワフは、チェ・シンコバツワフ三世、アダムの三男、母は、その二番目の日である、ザクセン・ラウエンブルク公フランツ一世の娘、シドニーエ・カタリーナ。父の後継者とみなされていた、イボニー・フリデリック・カジミエッシュが1571年に、亡くなった後に生まれ、幼くして、公爵官を継いだ。1579年に、 父が死ぬと、アダム・バツワフが、チェシン公国を相続した。しかし、公爵は幼いため、母シドニエとブジェク公、イエジ2世及びジェンビツェ公、カレル2世が摂政を務めることになった。3人による、摂政政治は1586年、まず2月17日に、母が、ハンガリー貴族のトレンチーンを爵フォルガフ・イムレ3世と、再婚し、5月7日に、 首位の摂政だった、ブジェク公、イエジ2世が死んだために終わった。シドニエは再婚後も公国に影響力を及ぼした、ものの、以後は、ジェンビツェコーカレル2世が単独で、摂政を務めた。1586年、チェシンシレジアでは、ペストの大流行が発生し、公国の住民の何割かが亡くなった。 翌1587年には、チェシンはポーランド大井継承戦争の主戦場となり、オーストリア大公マクシュミリアン三世とヤンザモイスキが、この地で戦いを繰り広げた。立て続けに危機に見舞われる広告を暗示つつ、アダム・バツワーフは1587年に、ザクセン選定公、クリスティアニ一世の宮廷に赴くことになった。この地で、若い公爵は軍事を中心に、 入念な教育を施された。1595年、ようやく青年に達したとみなされたアダム・バツワフは、チェシンに戻り、申請を開始した。申請開始直後から、アダム・バツワフは、オスマン帝国との戦争に従事し、申請ローマ皇帝ルドルフ2世に対する、政治的共感を示していた。こうした、政治姿勢を反映して、 広告の南部にはいくつかの要塞が築かれた。この要塞は1604年から1606年まで続いたハンガリーのハンハプスブルク軍による攻撃の際敗北寸前のチェシン軍を守ることにつながった。1609年、アダム・バツワフは皇帝ルドルフ2世とその弟マティアス大公との権力争いに巻き込まれ皇帝支持派に回った。 しかし、ルドルフ二世はマティアスに、ボヘミア王位を女王としたため、ボヘミア王の風神身分のアダム・バツワフは、面目を失った形となり、1611年には、ブロツワフにおいて新王に忠誠を誓わされた。1611年、アダム・バツワフにとって極めて大きな転機が訪れた。彼は、ザクセン宮廷の滞在中に、熱心なプロテスタントとして育ち、 チェシンでルター派を拡大させるために、幾度か法令を出すなどしていた。ところが、同じように、ザクセン選定校の宮廷で育ったアダム・バツワフの、親族の何人かがカトリックへの改修を選ぶようになっていた。この年、アダム・バツワフもカトリックに改修、君神信教一致の原則に従って、プロテスタント政策を転換し、 カトリック教会の対抗宗教改革運動に協力することになった。この事態は貴族や都市民の激しい抗議を受けることになったが、広告の住民の大部分がカトリックに改収することになった。間もなくアダム・バツワフは追放されていたカトリックの修道会を呼び戻し、廃止されていた修道院を復活させた。公爵が改修を決意した真意は定かでないが、 おそらく自らの主君である、ボヘミアをマティアスとの関係改善を狙ったものだったと思われる。しかしアダム・バツワフは熱心なカトリック教徒というわけではなく、カトリックへの改修を拒んだ広告内のプロテスタント住民に改修を無理強い、することもなかった。この捨て身の作戦は功を奏し、アダム・バツワフはマティアスとの関係を好転させた。 1617年2月6日には、シロニスクの総督に任じられた。アダム・バツワフの、チェシン・統治は、住民の支持を集めているとは言えなかった。定期的な旅行、金のかかる、軍事遠征、大政宗教の返還は、広告を財政破綻寸前に追い込んだ。彼の贅沢好きの生活スタイルは、次の2つのエピソードからも伺える。 マティアスに忠誠を誓うためブロツワフに赴いた際、公爵は、小国の君主としては多すぎるほどの285名の随行員を引き連れており、全員が公爵の手はずで贅沢に着飾っていた。また1614年、カトリックへの改修をしていたアダム・バツワフは、カルバリア・ゼブジドフスカへの巡礼を行った。この旅行は、 同時大臣の記録によれば、全く信心深いものでなかった。公爵は、自らの富裕さを見せつけるために巡礼業に、赴いたのである。最後には、公爵は、都市や士から、たびたび借金をするようになった。アダム・バツワフは1617年7月13日に、チェッシン領のブランディースで没し、チェッシンのドミニコ会の教会に埋葬された。 同年、イオブニツの領主、アダム・ブイシンスキは、公爵が三人の貴族たち、エラズムルツキ、バツワフ・ペルフシム、ピョトル・グレツキによって毒殺されたのだと主張した。1622年12月21日、この問題をめぐって対立していた、両陣営は和解し、ブイシンスキの訴えは棄却された。1595年9月17日、 クールラントゼムガレンゴッドハルト、ケトラーの娘エリーザベトと結婚した。夫妻は5人の子供を設けた。アダム・ゴタルト、アンナ・シドニア1616 16年、ホーエネムス・伯爵ヤーコプ・ハンニバル2世と結婚、エルジュビエタ・ルクレツヤ・チェシン女・女皇。1618年、リヒテンシュタイン公、グンダカルト結婚、フリスティアン。 アダム・フリデリック・ビルヘルムまた、愛称マウゴジャタ・コストラフブナとの間に一子を設けた。バツワフゴトフリと歩ヘンシュテーン・ダンシャク。ありがとうございます。